7月の都議選を見据えた動きが加速しています。小池知事が事実上率いる地域政党が60人を超える候補者の擁立に向け検討を始めたことが分かりました。小池旋風を前に自民党を含む他の政党や会派は戦略の見直しを迫られそうです。千代田区長選挙から一夜明けた都内では7月の都議選に向けた発言が相次ぎ、動きが一段と加速しました。石川さんの16年にわたる区民ファーストのこの行政がですね、認められた、それが一番大きな要因だと思います。それに加えて今私が進めつつある東京大改革への期待、それを前へ進めてほしいとお願いをした訴えたことが響いて、そしてプラスアルファにつながったのかなとこう思っております。石川雅美候補立たせてください。応援に入ること5回、区長選は蓋を開けてみれば小池知事が支援した75歳の現職が圧勝しました。逆側の立場、つまり自民党側から見ると推薦した候補が3倍以上の差をつけられて大敗した格好となりました。都連の幹部は都議選を睨み対応を話し合いました。昨日千代田の区長選挙の投開票が終わり、現職の方の合選が決まりました。政府としては選挙結果いちいちコメントする立場にございませんから、あえて、申し上げることもないと思いますが、都連の総務会長というご指名でございましたので、結果を真摯に受け止めてですね、今後の対応をしっかりやっていきたいと思います。千代田区長選挙は都議会自民党のドンとも言われた内田茂議員のお膝元で行われたことから代理戦争と言われました。7月の都議選に小池知事側が対立候補として候補者を擁立する可能性があるためです。77歳の内田議員は千代田区長選挙の後に次の都議選の対応を明らかにするとしていましたが、今日は進退に関する表立った動きはありませんでした。対して小池知事サイドは勢いが止まりません。緑色の何かこうも用意してるとか、そういうのってあります？緑色？これちょっと、いや、緑色、ちょっと、知事に言われたらどうしようかな、ボールペンだけちょっと緑です。東京大改革の旗のもとに、馳せ参じたいと、そんなふうに思ったということでございます。はい。これからも今回小池さんが掲げる東京大改革を前に進めていく、その一助となることができればと思っております。民進党を離党する意思を示した元都議会議員2人と練馬区の区議会議員2人を都議選の公認候補として擁立することを決めました。さらに都民ファーストの会は127の議員定数に対して単独過半数を視野に60人を超える候補者擁立の検討を始めたことが分かりました。40人規模と言われていた中で上積みを目指すというものです。さまざまな可能性を求めていきたいと思います。で、選挙区事情それぞれ違います。今回の千代田もですね、選挙区事情が違ったと同じように、すべてオーダーメイドで確実な選を目指していきたいと思っています。大敗を喫した自民党を含め他の政党や会派は、小池知事サイドが打ち出した新たな一手を受けて戦略の見直しを迫られそうです。千代田区長選挙を制し、さらに勢いが増す小池旋風、それは区長選の出口調査にも顕著に現れていました。東京 MX が行った出口調査で、小池都政を支持するかという質問をしたところ、回答者の 81% の人が支持すると答えました。また7月に行われる都議選では 62.8% の人が小池知事が支援する候補に投票すると答えているなど、知事の動向が都議選に大きな影響を与える可能性があることが分かります。石川区長は今回の結果が今後の選挙に影響を与えていくのではないかと指摘しています。今年1年の政治ステージが様々にありますが、第一のステージがこの千代田区長選だと思います。この
結果というのは次の政治ステージのおいて重要な位置づけだというふうに思っております。都議選まで5ヶ月、小池知事と都議会会派の駆け引きが続きます。都議会は42の選挙区があり、都民ファーストの会はすべての選挙区に候補者を擁立し、一つの選挙区で最大4人程度の公認も検討しているということです。